切れそうばっか書いてんのはどちら様、笑われた分だけやり返せ、今に見てろと手に取ったものは爆弾やナイフなんてもんじゃないけど、一切が再婚後どうなったって約束よ、背中の値札を引き剥がせ、廃材みたいな毎日だけど捨てるのはまだ早いだろう。今日も打ち震えながら終点駅のホームで明日の僕がまだ待っている、わがままで呪うな主のお迎えを、どうせ幾年経って車が空飛ぶのきっと何年経って希望が喋れても、なんだって言えたいんだ便利って言う前に、心の傷口を押してくれ、あんな空でミサイルが飛ぶのなら、そんなもので幸せを追うのなら、優しい人にならなくちゃ、僕は僕を肯定していけるから、頭を上げて前向けと言われても、暗闇じゃ前もクソもないな、一人でいると二人でいると孤独は孤独に変わりゃしねえ、死にたいとかそんな歌を歌ってまたそれか得意を歌われただけれども、それほどのことしか口からこぼれる言葉がどうしても見つからない、や今日の僕はまたこうしてゲーセンに吸い込まれる、明日が来なければいいのにな、最終列車の汽笛がうるさく鳴り響く、どうせ愛なんて手運ぶって強がってもきっと本心じゃ今しだに襲われて、どうだい現状の僕は爽快どうしようもないな、うるさい名前なんて空でミサイルが飛ぶのなら、そんなもので命が飛ぶのなら、優しい人にならなくちゃ、僕は僕を肯定していたい、優しい人にならなくちゃ、心が感じ込むまで。